今朝の佐久大学で学ぼうは、前回に続いて佐久大学信州短期大学部福祉学科子ども福祉専攻の篠原千穂さんが虎の子ちゃんとだるまちゃんのお話をします。ペンキを塗って遊んでいた虎の子ちゃんとだるまちゃん、怖いヒゲトラドンに叱られてどうなるんでしょう。怖いヒゲトラドンに次々聞かれて虎の子ちゃんはなんだか悲しくなりました。ウェーン、汚したりしてごめんなさい。こら泣くな、お前の家はどこなんだ。さ、三丁目です。ああ、あのペンキ屋の子供たちか。よし、お前の家へ行って話をしよう。虎の子ちゃんとだるまちゃんを乗せたヒゲトラドンの車は虎の子ちゃんの家に着きました。仕事に出かけようとしていたお父さんはびっくり、出てきて心配して尋ねました。するとヒゲトラドンが、どうだね、一つきれいな模様をわしの会社の車にも書いてくれんかね。雨が降っても溶けないしっかりした色がいいですな。早速みんなやってほしいんだが、と言いました。それを聞いて虎の子ちゃんもだるまちゃんもたちまち元気になりました。ペンキ屋のお父さんも奥へ向かって大声で言いました。おーい、お母さん、わしはヒゲトラタクシーさんの仕事をやるから花屋さんの方は頼むよ。そこで虎の子ちゃんのお母さんと一緒に虎の子ちゃんとだるまちゃんはペンキやらハケやらはしごやら道具を持って花屋さんのところへ行って、みんなでお店にきれいな模様を、椿、ひまわり、タンポポ、レンゲ、垣根に開くバラの花、優しい匂い、赤、黄色と歌を歌いながら描きました。だるまちゃんも虎の子ちゃんも本当のペンキ塗りなので、もう張り切ってせっせと手伝ったので、たちまち花屋さんのお店は素晴らしく綺麗になりました。虎の子ちゃんたちが家へ戻ってくると、お父さんがずらりと並んだヒゲトラタクシーに模様を描いているところでした。そこでみんなもえっさかほっさか手伝って綺麗な色を塗りました。いちごにりんご、バナナにレモン、お腹に嬉しいカステラトマト、にっこりほっぺ、黄色赤。その間にも洋服屋さんから電話があって、次にはパン屋さん、そのまた次には八百屋さんにメガネ屋さんと電話が鳴り続け、お店の塗り替えは次々頼まれて、そのまた電話局からも仕事があって、さあ大変。そこでみんなで縁やら良いさと手分けして、赤は太陽、黄色は炎、虹も輝くだんだら模様、眩しい光、赤黄色、みんなで頑張ったので、気がつくと顔も体もペンキだらけになって、すっかり仕事が終わっていました。さあさあ、お疲れ、ご苦労さん。みんなはそこで体をきれいにして、おいしいお茶を飲みました。おいしいおやつも食べました。さて、だるまちゃんは楽しいペンキ塗りがたくさんできて、おいしいおやつを食べた上、素敵なお土産をもらったので、もうニコニコ嬉しくなって、虎の子ちゃんと、また遊ぼうね、うん、またおいでね、と言って帰って行きましたとさ。おしまい。はい、ありがとうございました。佐久大学信州短期大学部福祉学科子ども福祉専攻の篠原千穂さんにお話をしていただきました。どうですか、絵本を紹介してみて。やっぱり楽しいですね。自分が読んでてもすごく楽しいなって思いました。このだるまちゃんと虎の子ちゃんの絵本ですけれども、学校にある本なんですか。これは自宅で買いました。ご自分で買ったんですね、はい、それぐらい絵本大好きなんですね。はい、家族ぐるみで絵本が好きで、これ買ってもらいました。じゃあ家でもこれ読んでるんですか。はい、そうですね。家族に読んだり、まあ、犬に読んだりとか。犬に読んでます。犬はどういう反応ですか。でも寝てます。寝て、じゃあ心地いいですね。絵本を読むときに篠原さんはどの辺をこう注意してこうお伝えしようかなとかってありますか。初めて読む絵本とかだと言葉を間違えたりはするんですけど、それよりも子供がどうすれば耳に入ってくるかなってことに考えて、こうちょっと語りかけるような感じで読むようにしています。なるほど。子ども福祉専攻で今勉強してるんですけれども、篠原さんはどんな保育士になりたいですか。はい、自分が憧れていた先生がいるんですけど、その先生がダメな時はダメってすごい叱ってくれる先生で、
自分はその先生みたいに全部甘やかすんじゃなくて、ちゃんとダメなことといいことを伝えられる先生になりたいですし、保護者の方からいろんなことを相談できるような気軽に楽しく話せるような関係になっていきたいなって思ってます。はい、目標に向かって頑張ってください。はい、今日は佐久大学信州短期大学部福祉学科子ども福祉専攻の篠原千穂さんにお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。佐久大学信州短期大学部福祉学科には男女共学で保育士を目指せて障害児や病児の保育が学べる子ども福祉専攻と、東北新エリアで介護福祉士を目指せる唯一の短大で、利用者にも介護する人にも優しい介護が学べる介護福祉専攻があります。介護福祉専攻では2年間の学費で、働きながら最長4年間で国家資格を目指す長期履修制度があります。